それではここで退任される石丸市長からご挨拶をいただきます。市長ご登壇ください。市長の石丸真嗣です。市内で挨拶をするときは毎回このフレーズで始めていましたが、これが最終回となります。今副市長と教育省から心温まる心震える挨拶を頂戴しました。このお二人には言葉では表しきれないほどの感謝の思いを持っています。米村さんには私の右上として市役所内のマネジメントや対外的な調整を担っていただきました。県庁の職員としての経歴、そして庄原の副市長としての経験、それをお持ちの米村さんは行政の初心者である私にとって最高の相方でした。永井さんはまさに私の先生として、この町の教育行政を率いていただきました。安芸高田市の子どもたちのために、安芸高田市の未来のために尽くしてきた永井初夫という熱い男を私は生涯忘れません。4年間本当にありがとうございました。市長として心残りはないですかという質問に対して、ないですと、駅4年間ではありませんと返してたんですが、そういえばありました。何かといえばお礼の挨拶です。市内外において本当にたくさんの方々と共に仕事をさせていただきました。そしてさまざまな取り組みを通してこの町の活力につなげることができたと感じています。しかし時間の都合もあって、なかなかお礼の挨拶が叶いませんでした。なので職員の皆さんに最後の指示を出します。すべての関係者の皆様によろしくお礼を伝えておいてください。この一期4年間を振り返ると、とてつもない充実感を覚えます。およそ安芸高田市長として4年でできることはすべてやりきったと思います。必要がないのに続けてしまっていたことをやめ、必要があるけど止まっていたことを進め、さらには新しいことを始めました。とりわけ喫緊の課題であった財政の健全化、数字にも明らかな通りかなり進めることができました。そんな状況ですが、安芸高田市の魅力としてサンフレ神楽
毛利元就、例えばこの3つの軸、格段に強化できました。さらには未来への投資、主には教育分野へ資源の配分、相当に注力できました。具体的に言ってみれば、小中学校の給食費の無償化、年間1億円、学校の学校用務員、そして給食の支援員を配置する年間3000万円、保育園、幼稚園においておむつなどのサブスクを導入する年間1000万円、年間200億円弱のこの小さな町の財政でなんとかやりくりをして次の世代へと向けることができました。しかし何よりも成果として感じるのは、この取り組みを職員の皆さんと実現できたという事実です。やってみたらできたでしょう。固定観念、既成概念にとらわれず改革を断行する、私が市長に就任してからずっと言ってきたことですが、見事に皆さんはやってのけました。組織の長としてこれほどに嬉しく誇らしいことはありません。本当にありがとうございました。皆さんに言葉を送りたいと思います。私たちは変われるし変えられる、すでに皆さんが知っている話です。どうかこれをこれからも忘れないでください。私は石丸伸二はこれで師匠を退きます。同様に誰もがずっと同じ場所にはいられません。だからこそ皆さんが次の世代へそのことを言ってあげてください。私から改めて言っておきましょう。これからも困難はあります。しかし皆さんはきっとそれを乗り越えられます。安芸高田市は皆さんにかかっています。この町の未来を頼みました。さあそれでは市民の皆さん、メディアの皆さん、そして全国の皆さん、これからもどうかどうか安芸高田市にご期待ください。続きまして花束を贈呈いたします。石丸市長、舞台の中央にお進みください。石丸市長へ職員全員の感謝の気持ちを込めて
花束の贈呈を行います。ここで写真撮影の時間を設けます。写真を撮られる方は今の時間にお願いいたします。めっちゃ恥ずかしい。早めにします。